はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は J2 から J1 への個人昇格候補ミッドフィルダー編ですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、夏の注目銘柄って書いてますけどもね、本当今年 J2 で良い成績を、残している活躍している選手ミッドフィルダーさ、今年ねこれ夏に上がっていくんじゃないか、まあ、昨年でいうと浦和レッズから平野選手がね、これ浦和レッズからじゃないか、水戸から浦和レッズに加入した平野選手が大きなインパクトを与えたわけでございますけどもさ、 J2 にも本当まだ、ゴロゴロと良い選手いっぱいいます。そういう選手を紹介していこうと思っておりますけども、まあ動画概要欄にですねフォワード編ですね、この注目銘柄フォワード編のリンク貼っております。よかったらフォワード編もよろしくお願いいたします。そして、サブチャンネルですね、サブチャンネルの方でもですね、実は今回こんな動画、上げております。逆にですね J1 から J2 に、ま移籍しそうな選手、まあ、これ例えば昇格ですね、 J2 のクラブが昇格への切り札にしたいとか、そういう選手、あとは、ま活躍の場を求めてこれもう一回 J1 から、J2 でやり直しそうな選手とか紹介しております。よかったら、動画概要欄からですねサブチャンネルもよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。まずこちらミッドフィルダー編、一人目、長谷川選手ですね。まあ、この辺は今回だから、まあ、先にちょっと言っておかないといけないのが、まあ、これ、結構だからね、J2 のクラブも、自動昇格とか、プレイオフ圏内に入るかどうかっていう微妙なところは、やっぱりこれ主力選手出したくないとかもちろんあるんですけども、あえてそこは今回、あんまりこう意識はしておりません。まあ、もちろんこれ、ね、自動昇格とか優勝争いをしているチームの主力が移籍する可能性は少ないんですけども、まあ、そこはちょっと置いといてという話でございます。そこはよろしくお願いします。ございますけど、ね、やっぱ長谷川選手ですね、まあ、J2 屈指のシャドウ選手、得点力の高い選手でございます。まあ、僕はこれ昨年ね、本当この長谷川選手のプレーを見て、あ、この選手絶対来るって思っていたら、今年も絶好調でございます。本当今年得点も量産している、まあ、しっかり点を取っているんでね、この長谷川選手さ、今年、ね、もしかしたら今年のオフ、まあ、早くとも今年の夏と思うんですけれどもね、遅くとも今年のオフには J1 の、まあ、チームに引き抜かれるんじゃないか、それぐらい本当実力と成績残しているんで、まあ、今年の夏の動向注目1人でございますね。で、まあ移籍候補としては一応この長谷川選手シャドウの選手なんですね。まあ甲府のワントップツーシャドウの、まあ、シャドウの選手ということで、まあ、3バック使ってるチーム、まあ、要はワントップツーシャドウとか、まあ、これトップ下置くような、まあ、広島とか札幌とか、マリノスですね、この辺あるんじゃないか。まあ、最近広島は2トップシステムやっているんで、これ長谷川選手、まあ、2トップの外もう1個1列下で使う可能性も十分あるんですけども、この長谷川広島とか、あと札幌はミシャサッカーに合う気がするんで、まあ、この長谷川札幌これあるんじゃないか。そしてあとはやっぱマリノスですね。マリノスはまあシャドウじゃないんですけれどもね、トップ下置いているんで、ここで長谷川選手、まあ、ここねトップ下マルコス・ジュニオルとか、こう吉尾選手がやったりとか、まあ、あとあの西村選手がやったりとかしているんですけれども、いや僕は長谷川でも十分これ J1 の、マリノスでもやる気がするんで、ちょっとこの辺のチームで、見てみたい感はありますけどもね。はい、そして2人目、佐野海舟ですね。もう佐野海舟に関してはもう名前を出さなくてもいいんじゃないかって僕はずっと思っているというか、もうずっと僕のチャンネル、これ本当解説以来です。本当この2年間ぐらい、この、過去2年間にわたって佐野海舟が絶対これ J1 でプレーするって言っておきながら、なかなか、J1 に上がってこない選手の1人でありますが、もう十分これ J1 でやる実力、持っております。本当和製鑑定ですね。本当これ守備のとこ、ボールを奪う力、ボールダッシュ能力が高い選手で、ございます。しかもこれ今年だけいいとか、じゃあこう、佐野海舟の場合はこれプロ入りしてからですね、プロ入りしてからずっとこれボールラッシュとか守備の、数値がいいんで、この守備型のボランチであるんですけれども、しかしこの攻撃的なセンスですね、まあ、パサーとか、まあ、パスセンス、ここは本当視野の広さとかもね十分これ磨きがかかっていて、まあ、本当ね昨年の前半ぐらいまではやっぱこれ守備のところをねこれアンカーとか、任せたいなって思っていたんですけど、昨年の後半ぐらいからですかね、得点もしっかり決めるようになってきて、あれこれ鑑定ではあるんだ、あるんだけども、しかし今これ攻撃のとこもしっかりやれるということで、ボールは奪えるし、自分でパスを出すこともできる、本当オールマイティな選手になってきたこの佐野海舟でございますけれども、まあ、これね町田現在10位ぐらいですかね、結構順位的に、低い位置に下がってきているんで、まあ、J1 から、狙われる可能性も高いと思うんで、あと町田はこの佐野海舟の後継者がどうか分かりませんけど、青森山田が今年、宇野禅斗選手ですね、宇野禅斗選手を取っているんで、まあ、この宇野選手を育てるという意味では佐野選手を J1 に移籍しても全然おかしくはないと思うんで、ちょっと佐野海舟、見てみたいなという感じしておりますね。で、まあ
移籍候補としてやっぱ佐野海舟、さっきも言った通り、まあ、攻撃のセンスも磨きがかかっているんですけど、やっぱり第一この選手の一番良いところは守備のところですね。ボールを奪う力が一番これは彼の魅力になってくるんで、まあ、名古屋ですね、まあ、長谷川監督のサッカー、まあ、それこそアンカーとか任せてもいいんじゃないですかね、この佐野選手ですね。で FC 東京ですね、 FC 東京 4-3-3 を使っているんで、この 4-3-3 のアンカーとか、まあ、この佐野海舟の攻撃力を少し生かすのであればインサイドハーフとかで、ね、使って面白いと思うんで、この名古屋 FC 東京僕は面白いと思います。あとは湘南ですね、湘南もアンカーシステムを使ってますし、まあ、一列前でも、佐野はいけるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、こういうやっぱりこれまず守備からしっかり入るチーム、 FC 東京もね、もちろんこれ、監督がですね、まあ、変わってアルベル監督になって攻撃的なサッカーやっているんですけど、やっぱりこう守備のところしっかりやってくるチームなんで、この佐野海舟が入ることによって、まあ、新しいエッセンスないですけれどもね、新しい味を加えることができるんじゃないか。そして、まあ、昨年までアルベル監督も新潟にいたんで、このアルベル監督自身もこの佐野選手の、まあ、プレーは見ているんでね、まあ、一度見たら多分この選手欲しがる監督は結構多いと思うんで、僕は、佐野海舟 FC 東京十分あるんじゃないかと思っておりますけれどもね、はい。で3人目山本リヒトですね。お前は本当佐野海舟と、山本選手好きだなっていう話になってきますけれども、本当この選手も自分でボール奪える選手ですね。昨年あ、まあ、この山本リヒトに関してはもともとアンカーとか、ボランチの選手なんで、まあ、中盤の選手にはなってくるんですけれども、昨年センターバックとかサイドバックとか、まあ、ディフェンダーとしてのプレーしたこの山本選手ですね。このディフェンダーとして昨年、まあ、経験した、これが結構今年生きているか分かりませんけれどもね、非常に今年ボール奪取能力高まってますね。あれこんな山本って守備が上手かったかなっていうぐらい、本当に守備のとこ高い位置でボール奪うこともできますし、でこれボール奪った後に一人でこれ展開力のあるパスですね。そんな長いパス、まあもともと長いパスを通すことは得意な選手ではあるんですけど、一気にこれ局面変える、まあ、サイドチェンジのパスを通すこともできる、本当自己完結型の選手ですね。自分でボールを奪って自分でチャンスを作ることができる選手なんで、これは J1 で見たいなチャンスでございますね。では移籍候補としては川崎とか横浜 F マリノスとか FC 東京とか、まあ、この辺になってきますかね。まあ、山本選手のこれ、まあ、一番良いところはやっぱさっき言った視野の広さとかパサータイプであることを考えると、まあ、川崎それこそ立花選手の控えとか、まあ、控えはちょっともったいない感じも、しますけれどもね、まあ、4-3-3 のアンカーとか、まあ、インサイドハーフとか十分できると思います。で横浜もですね、これダブルボランチのとこ、でこれダブルボランチ、横浜のダブルボランチも結構これ強度が求められるところあるんで、まあ、ボランチのとこ山本使って面白いと思います。あと FC 東京ですね、まあ、さっきの佐野海舟と一緒なんですけれどもね、まあ4-3-3 のシステムやってる FC 東京でございます。まあ、どうなんだろうな。東京ヴェルディから FC 東京、まあ、これライバル同士の、ね、移籍があるかどうかちょっとわかりません。ここどうなんだろう。まあ、多分中島翔也選手が確か過去にそういう移籍をした感じが、まあ、あるんですけども、J リーグってこう、禁断の移籍ってあるようでないというか、もう最近浦和と大宮の移籍なんてこれもうしょっちゅうやっているんで、なんかこう、ね、昔はね、大宮から浦和に移籍すると禁断の移籍とか言われていましたし、逆に浦和から大宮もなかなかなかったんですけども、最近も増えてきて当たり前の感じになってきているんで、まあ、J リーグってあんまこう禁断の移籍ってない感じがするんですけれども、ここ分かりませんけど、まあ、十分これアルベル監督が欲しがる選手の一人じゃないかと思ってますね。はい。そして4人目ミキ選手ですね。これミキも昨年大ブレイクしましたね。で昨年大ブレイクしたんですけど、今年はなかなかちょっと実は数字が伸びてますね。もっとこれ数字残せてもいいんですけどもね、ちょっと得点とかアシストという部分ではちょっと数字が伸びてきていないんですけど、十分 J1 でやる力あると思います。まあ、ジェフチバがちょっと今年は調子がよろしくないというか、本当ん J2 優勝候補とか言われていたんですけれども、なかなかジェフチバ自体も数字が伸びてきていない状態であるんで、まあ、ミキ選手これ、まあ、J1 からオファーがあればもしかしたらっていう話かもしれませんね。で移籍候補としてやっぱシャドウを置いてる広島とか、あと福岡取ったら大きいんじゃないかと思っていて、まあ、ミキ選手は、ジェフチバではまあ2トップ1トップ2シャドウのシャドウですね、1トップ2シャドウの、シャドウの部分でミキ選手プレーはしているんですけど、福岡がだからこれ、まあ、味を変えるという意味ではこのミキ選手を、まあ、1.5 列目で、ミキ選手を取るとよりフォワードの選手が生きると思います。だからこうなんて言うんですか、アビスパ福岡の2トップのところって、まあ、本当ゴリゴリのセンターフォワードタイプです。ファンマ選手とか山崎選手とかね、本当ツートップ、まあ、フォワードセンターフォワードタイプが2枚並んではいるんですけれども、まあ、このねセンターフォワードじゃないけども、まあ、前線に置いておいたら結構これ、まあ、味方のツートップねフォワードの選手活かせることができるんじゃないかっていう選手の一人はあるんで、こういうまあ、ツートップにこうパサータイプというか 1.5 列目で起用できそうなミキ選手を置くことによって福岡のこれ攻撃得点力が上がる可能性十分高いと思うんで、まあ、福岡ちょっと、福岡でミキ選手みたいなっていうのはやっぱりありますね。で例えばセレッソとかでもそうですかね、まあセレ
レッソもね、まあ、ワントップとかツートップとか使ってはいるんですけれども、そもそもトップ下枠システムやっているんで、まあ、清武選手の後継者って言ったら大げさかもしれませんけれどもね、まあ、トップ下とかツートップの一角とかで、三木選手使うと結構これは面白いと思いますし、あとセレッソ、ね、セレッソ大阪は今年はオフにですね、まあ、J2 から多くの選手を取りました。中原選手とか、マイクマン選手とか、上長選手とかね、これ、J2 から多くの選手を、取ったセレッソ大阪なんで、これも三木選手十分これ、目をつけてる可能性高いと思うんで、今年の夏にこれ、今度はまあ三木選手の、獲得動いても全然おかしくないと思うんで、ちょっと、セレッソ大阪も移籍の可能性は僕はあるんじゃないかと思ってますけどもね、はい。そして5人目、柴山選手ですね、大宮の選手ですね、本当新進気鋭のドリブラーということで、本当この選手ドリブルからチャンスを一人で作ることができます。本当一人でサイドで、まあ、仕事ができる選手ですね。これ柴山さえ置いておけば、大宮勝手にチャンスが生まれるという言い方はちょっと悪いですけどもね、まあ、それぐらい本当この、大宮のこれチャンスメイクとか、これ何かこれハイライトシーンとかで映るときですね、これ大宮側のこれチャンスとかハイライトで流れるとき、結構柴山選手がプレーに関与してる可能性が結構高いんでね、ハイライトには絶対柴山がいるぐらいの本当柴山選手の活躍今年目立っているんでね、ちょっとこの柴山選手の動向もちょっと気になる選手の一人でありますね。で、まあ、移籍候補としては FC 東京とか、まあ、札幌とかマリノスですかね、まあ、FC 東京ではスイートアップ任せても面白いと思いますし、あと札幌ですね、札幌でちょっとウィングバック、柴山のウィングバックちょっと見てみたいなというのはありますし、ちょっとミシャが好きそうなタイプな感じもするんでね、これサイドで、まあ、1対1、まあ、ウィングバックとしては使って、まあ、サイドで1対1作ってそこからまあぶち抜いていくみたいな、そういうイメージがつく選手なので、まあ、ミシャ札幌これはあるんじゃないか。あとは横浜ですかね、やっぱマリノスこの 4-3-3 システムの、まあ、3トップここ任せても面白いと思いますし、まあ、3トップで使うことによって、まあ、柴山選手自身もまた新しいこれレベル、ね、高まると思うんで、ちょっと柴山の横浜 F マリノスのプレーちょっと僕は期待してるんですけど、さあどうなるかという話でございますけどもね、はい。ということで以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつのようなチャンネル登録お願いします。さよなら。